長岡京市立長岡第四中学校は、京都府長岡京市下海印寺西山田にある公立、中学校。長岡京市南西部の丘陵地帯に位置する。愛称は、四中、超四中。1971年に策定された長岡町総合計画では、1960年代から始まった人口急増の結果。 将来的に町立中学校が4校必要で、あるとの計画を立てていた。1970年代に、長岡教師立長岡第二中学校、長岡教師立長岡第三中学校の2校が、長岡教師立長岡中学校の分離校として、開校した。1980年代には、市設部の人口増加に対応するため、下平院寺に第四中学校が建設されることに、 なった。それが現在の長岡第四中学校である。1984年4月に開校する予定で1982年末に用地買収が完了したが、周辺地域住民の一部が工事車両の通過や工事騒音を懸念して建設反対同盟を結成したため、1年遅れた1985年4月の開校となった。総工費は 約42億円である。グラウンドには開口当初から夜間照明設備が設置されている。1988年4月には制服が現在採用されているブルザーへ変更が行われた。単育系文化系、ありがとうございます。